こんにちは、ドイチャンネルバドミントンです。今回の動画は前回の続き動画になります。ビッグゲストさんが登場し、さまざまなアドバイスをいただく。そのアドバイスが的確で一同驚愕。今回はビッグゲストさんの正体が明らかになります。ぜひ最後までご視聴をお楽しみください。では動画を見ていきましょう。ついにビッグゲスト登場。というわけでイケメンのビッグゲストさん、後ほど改めてご紹介させていただきます。一旦ノックの様子に戻りましょう。部長のスマッシュ練習が始まりました。前回の動画ではビッグゲストさんからのアドバイスで大幅にスマッシュスピードが向上、メンバー一同が驚愕するほどの成果でした。この練習ではさらに体の使い方を身につけようと反復して取り組んでいます。19ラストです。では土井のノック練習開始です。俺もネット前、バック前、バック前だけ。バック前の入り方についてアドバイスをいただいた土井、体の向きに注目してご覧ください。なってんだ。そう。分かんなかったな。なかなか自分のことは難しいよね。分かんないですね、これね。
という感じでたくさんアドバイスをしていただいている。今回のビッグゲストさんは2023年に引退した元 SJH リーガー、全日本総合や全日本社会人でも活躍された、東海工業に所属していた森田光平さんです。昨年たまたま目にしたこのチャンネルで土曜知っていただき、今回森田さんのご好意で出演していただきました。本当にありがたい練習になり、いろいろ吸収させてもらってます。軽めの攻め、はい。大会明けで膝を悪くしている部長はゆっくりめに調整。フォア奥か。先ほど森田さんから教えていただいたフォア奥を改善していく。強そうですよ。
ということで今回の動画はここまで。次回の動画はこの続きからです。最後までご視聴いただきありがとうございました。